まず初マラソンだったので、まずは MGC の権利を獲得することができて、まあ、次につながるレースができたのかなと思っています。まあ、ただタイムが2時間10分51秒ということで、まだまだ先週の東京マラソンの日本人の選手であったり、まあ、今日優勝した海外の選手であったりに比べたらまだまだ力不足っていうのを感じているので、まあ、良かった点と悪かった点というのが見つかったので、今後しっかり練習に生かしていきたいなと思います。最後時計を見たのは40キロの時点で時計を確認して、そこで残り 2.19 キロ7分切るぐらいでいかないと10分切れないっていうことは分かっていたので、もうここまで来たらもう行くしかないっていう気持ちと、まあ、最後まだ体は動いている状態だったので、まあ、そこはしっかり最後気持ちを強く持って最後6分45秒ぐらいで上がれたので良かったなと思います。福岡の大里さんから始まり、まあ、東京の設楽悠太さんだったり、同じ世代の井上であったり、まあ、そういう選手たちがすごい結果を出しているっていうのは、もちろん刺激にもなりますし、久しぶりに日本のマラソン界が明るくいい方向に向いてきているのではないかなっていうふうに感じているので、まあ、今回の琵琶湖で、まあ、自分たちもしっかりそういう流れに乗って、また東京オリンピックに向けて頑張っていきたいという気持ちにはなりました。初マラソンをやって肌で感じたのは、まだまだ 42.195キロをしっかり走り切れる体作りというか、足がまだできていなかったかなというふうに感じました。あとそれと、まあ、今回はペースメーカーがいて30キロ行かずに離れてしまったので、そういう面ではまだまだたとえ東京オリンピックの代表になったとしても勝負にならないと思っているので、まあ、その辺は今後もちろんスピードも大事ですし、スタミナ面も大事だと思うので、両方しっかり極めていけるような練習を組んでいきたいなと思います。